学費奮闘記。8月2日2回目の商品開発会議。この日は1回目の開発会議で各チームが出し合った意見をもとにベンダーがサンプルを作ってきてくれた。試食の反応は？思ったより甘いですね。やっぱこういったプラスチックのスプーンで使って食べました。食べた部分でこれを割るのは、割って食べるのは大変かな、食べづらいかなって思って。はい、そうですね。まだ最初だけとあって、どのチームもまずまずの反応。次回へ向けて改良点など意見を出し合いながら、この日の会議は終了。翌日、前回優勝のキリスト教学院大学のミーティングにお邪魔させてもらった。こちらはデザートを担当するのだが、実はまだコンセプトが決定していない。さらに自分たちの考えも定まっていないため、ベンダーから言われた意見にかなり左右されているようだ。パイ、このパイに色をつけることもできるってことなので、マカロンみたいになんか挟んで箱に4つずつ入れて、甘いのさっぱりしたのってやったらどうみたいなことも言ってもらって。いいんじゃん。だからなんかこのなんかさ、マイカーさんの提案だから、そこになんか、あ、いいんじゃんって言って、なんかすぐこうやって映るのがどうかなって俺思うわけ。そういうのはまたあっちのアイディアだから、そうそう、自分なんか出してないかな。そうそう。会議を始めて2時間半、ここでリーダーの上原くんに厳しい意見が。作るって言ったさ。一つ作るの分かるけど、パイも中途半端に終わってて何も決まってないまま、うん、新しいの作ろうって考えるから、余計なんか話がごっちゃ混ぜなって分からんわけ。あ、絶対みんなそれ思ってると思うわけ、うん、だからまずパイを使うことに、使うことを決めてやるのか、それともパイはパイでまた違うあれにするのかを今決めた方がいいですね。考えが定まっていないため反論することができない。疲れた時とか、そういった時にリフレッシュするっていうのをなんか20文字程度で抑えて、なんかじゃあこれでいきますみたいなのを作っておきたいなって。得意さ飲んでる。それだったら自信持って言えるし、その元でやってるからブレなくなるかなって。プチ贅沢という新たなコンセプトが決まり、ミーティングは終了。今回こうやってみんなが集まってくれたことがなかなかないことなんで、その中でみんなの意見をぶつけ合ってやれたっていうことは大きな一歩だと感じました。果たして霧学の2連覇なるか。学費奮闘記、次回もお楽しみに。